はい、本日はですね、こちら目の前の倉庫をちょっと覗いてみようかなと思います。で、当社にはですね、県内に7カ所、8カ所、名木、珍しい木を保管している倉庫があるんですけれども、そのうちの一つですね、実はこちら、なかなかお目にかかれないものがたくさんあるんです。行ってみましょう。はい、入ってくるとずらっと木材並んでいるんですけれども、入って左手から行きましょう。こちらですね、ドン。こちらが柱とか床柱とかね、そういうものを置いてます。樹種は本当いろいろ、外国産材、アパだとかカリンだとかブビンガ、そういったものもありますし、国内産だとケヤキとかね、ニレとかセンとか桜とかカバとか、そういったものたくさん並んでいます。はい、反対側から見ますけど、ずらっとね並んでますが、何本ぐらいあるんだろう。100本ぐらいあるのかな。ちょっと数は数えていないですけど、はい、こういう柱とかもね、当社では取り扱いがたくさんあります。で、その反対側見ていくと、まあいわゆる板材といいましょうか、製材品がありますね。はいはいはい、こちらも、まあ、この辺りも長いこと乾燥させている木々がたくさんあります。これ面白そうじゃん。よいしょ、これいいね。ブビンガの輪切り、おお、一番長いとこで1600あるのか、大きいな。そしてこのコブの木ね、すごい存在感。ちょっとまた親父さんにどっかでね解説してもらいましょう。ここも何が多いかな。あ、カリンとかありますね。カリンカバ、サペリ、うん、パドック、まあ、幅広材が取れるような体型木が中心です。カリン、カリン多いな。この列はなんだ、ブビンガ、アパあたりですね。ここはちょっと弓矢のような変形形の、おお、土地いいですね。あれ見てください、これドーン。だいたいどうだ、7メートル以上のものが多いかな。大黒柱、欅、はい、いや大きい。360画とか500画とか、超ビッグサイズですね。もうここまで大きいとお家っていうよりは社寺仏閣とかね、そういうところで使われるような材料になるかなと思います。いや立派だ。この木目とかもいいですね。キラキラしい力強さがあります。ここは長尺ヒノキとかですかね、杉もあるか。うん、長いな。6メーター、5メーター級です。おお、カウンタードアにはぴったりだろうな。はい、まあ、ざっとねこんな感じでたくさんあるんですけど、これ見てください、ドドン。さあ皆さん、これ何かお分かりですか。こちらですね、ウェンジです。幅1メートルぐらい、そして長さはなんと9メートル。9メートル入るとこあるっていう感じなんですが、これでかいっすね。はい、
これもですね、ぜひどっかのタイミングで親父さんに解説してもらおうと思います。いや実に長い、なかなかないんじゃないか9メートルって。製材屋さんもこんな大きいのなかなか引けないじゃないですかね。続いてこちら、これも長い7メートル。こちらはですね、世界三大名木の一つチークですね。ちょうどここの部分だけ綺麗に色味が分かるように削ってあるんですけど、チークらしいこの褐色、しかもこれ、まあ、幅もね800ぐらい木裏では取れるんですが、とにかくね節もないし綺麗なんですよね。7メートル級で無節で、そうそう今の時代は手に入らない。これもお宝です。これも八重さんに解説してもらいましょう。そして隣にあるこの大判ね、これもすごいですよ。サイズ長さがちょうど5メーター60センチぐらいかな、 5.5 メートルぐらいかな。で幅も 1.5 メートルとか 1.2 メートルある、超巨大な樹種は、ちょっとこれはね親父さんに熱血解説してもらいたいと思うんですけど、まあこのサイズはもしかしたら二度とこの世に出てこないかもしれないですっていうぐらいすっごく珍しいお宝ですね。はい、これもぜひ皆さん親父さんの解説を楽しみにしていてください。